いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのソラです。今回は天使と会話ができる方法、こういうお話をさせてもらうね。皆さん天使って大好きでしょ、ね、天使すごい人気やもんね。このね、天使っていう存在は神様のね、お使いとしてこの地球にやってきて、僕たち人間ね、動物、植物、昆虫、鳥さんとか、そういう存在をね、守ってくれてるんやんね。本当けなげでね、本当こう温かい光に溢れたね、そういう存在やんね。だからこう皆さんが大好きで人気のある存在やんね、天使さんってね。この皆さんが大好きな天使ね、この天使と皆さんがもっとね、こう会話できるようになったら、もっと皆さんがこう愛に溢れた、こう光に包まれた、そんな人生になっていくんかな。もっと人生開いてこう生きていけるんかなって、そういうことをね、僕想像してしまったから、今回はね、天国にお邪魔して、天国にいてた天使にね、皆さんと天使が会話できるようにならへんかな、なんかこう方法とかアドバイスがあったら教えてほしいって、それとちょっと僕お願いしたんやんか。ほんなら、天使は、あ、もうそんなめっちゃ簡単やでって、こう言ってくれたんやんか。ね。で、いろいろ教えてくれたんやけれども、まずね、天使と、会話がしたいんやったら、まずね、天使のことが大好きであるっていうこと？ね。んで、天使っていう存在が本当にいるって信じてる？ね。まず、これ。この条件をクリアしてくださいって。ね。天使って、おるんかおれへんか、まあよくわからへんけれども、とか、もうそういうね、まず気持ちがあったら、やっぱほら、信頼関係やから、ね。これ人間同士も一緒やんね。信頼関係やから、半信半疑な人とか、好きか別に好きじゃないかわからない。まあでも、まあ天使ってまあいい存在なんでしょうって、こんな感じやったらやっぱね、波長が合わないから会話はまあちょっと無理かなって。だから、天使が大好きであるっていうこと、ね。天使を信じてるっていうこと、ね。まずそれはちゃんと心に置いてくださいって、ね。ほんで、その、天使が好きであることと信じてるっていうことね、これをクリアできてる人は、まずね、天使っていう存在を感じてくださいって、ね。このね、天使をこう身近に感じる、ポイントっていうか、何かね、この、感じることがあるんやけれども、これね、5つあるんやんか。天使を感じることって。これね、まず、天使がそばにいるときって、天使ってね、甘い香りなんやか、その大衆って言ったらいいんかな。天使ってね、甘い香りがするんね。んで、そのね、そばにいるときってね、甘い香りがするんやんか。なんかほら、甘い香りがするはずがない場所にいてて、なんかふわっと甘い香りがする。ね、別に、その辺に花も咲いてないし、ね。でも、急になんか甘い香りがするって、ね。ほんならそれは天使がいる証拠だよって、ね。こうやって言うとったんやんか。なんか甘い香りを感じたときは、あ、そばに天使がいてるんやって、素直にそうやって思ってくださいって、ね。こうやって言うとったんやんか。んで、天使がそばにいるときは、暖かい、ね。そうやって暖かいのを感じるって、ね。これなんかほら、人肌みたいな感じ。人と人が近くにいてたら、ほら、人肌感じるでしょ。あんな感じの暖かさを感じるんやんか。ほんとほら、例えば明け方とか夜とか、ね、こう涼しい時間帯でも、何かこう、ほら、そばで、なんかこう、暖かいものを感じたら、これは、そばに、天使がいる証拠だよって。ね。だから、暖かいのを感じたら、天使がそばにいるって思ってくださいって。ね。そうやって感じてくださいって。ね。ほんで、次はね、天使は、この地球にやってくるとき、光に乗って
地球にやってくるんやんか。ね。光が乗り物になってるんやんか。ね。だから、レインボーの光あるでしょ？ね。そのレインボーの光を感じたとき、ね。あ、眩しいとかってあるでしょ？昼間の時間帯とか。ね。そのレインボーの、ね、光を感じたときっていうのは、そばに天使がいる証拠。ね。だから、それを感じたときは、あ、そばに天使がいてるって、そういうふうに素直に感じてくださいって。ね。んで、例えば、街歩いてたり、公園とか行くでしょ。ほんなら、鳥さんの白い羽あるでしょ。白い羽が落ちてたっていうのを、そんな見かけたことある方いてると思うやんか。あれって、天使がそばにいますよっていうのを教えるために、天使があれ落としてるんやんか。だから、白い羽を見かけたときは、天使がそばにおるって思ってくださいって、それ合図なんだよって言うとったんやんか。ね。ほんで次は、ゾロ目。車のナンバーとか時計とかあるでしょ？あれでゾロ目を見たとき、ね、数字は何でもいいよ。1でも2でも3でも4でも何でもいいけれども、そのゾロ目ね。ゾロ目を見たときは、そばに、天使がいる証拠だよ。それは天使が見せてることだよって、今そばにいるんだよって、ね。だからそのゾロ目を感じたときは、天使がそばにいてますよって、ね。そうやって素直に感じてくださいって、ね。こうやって言うとったんやが、まずその天使がそばにおるっていうことを感じてくださいって、そこをまず、やってくださいって、ね。甘い香り、ね。温かい、ね。ほんで、レインボーの光。で、白い羽。で、ゾロ目。この5つね。ね。これを、全部じゃなくていいよ。どれか1つね。感じたときは、そばに、天使がいてますって。ね。そうやって、それをまず感じてって。ほんで、それを感じることができたら、次のステップに進みましょうって。ね。ほんでね、天使と会話を、するのって、皆さんね、エンジェルナンバーって聞いたことあるでしょ？エンジェルナンバーって、時計とか、車のナンバーとか、あんなんで、よく見かける数字あるでしょ？なんか最近あの数字ばっかり見るんやんかって、ね。それって天使からのメッセージだよっていうことやんね。だからその数字を、何回も見かけたら、その数字をネットで調べたらやんか。もうネットで、調べたらもう何ぼでも、その、メッセージは出てくるから、ね、その、よく見かける数字を、ネットで調べたら、それが天使からのメッセージですよと。ね。ほんで、このエンジェルナンバーを使おうよって天使が言っとったやんか。ね。だから、簡単に会話なんかできるよって。ね。皆さん、エンジェルナンバーってすごく親しみ持ってるでしょ？ね、すごく有名やもんね。だからこれ使いましょうよって言っとったやんか。で、この方法っていうのが、天使が言ってたんが、ほら、今皆さんスマホ持ってるでしょ？で、スマホには、ストップウォッチあるでしょ？その機能が、ついてるでしょ？で、そのストップウォッチを使おうって言ってるやんか。それで会話ってできるでって。皆さんね、エンジェルナンバーって言ったら、車のナンバーとか時計とか、ね、そういうたまたま見かけた数字で、メッセージ、あ、これメッセージやって思ってるでしょって、これ実はストップウォッチを使っても、これは同じなんだよ。ここからエンジェルナンバーをキャッチすることもできるんだよって言っとったやんか。これね、ちょっと今からやり方、説明するね。まずね、スマホ、ね、これは手に持った状態ね。んで、ストップウォッチの機能ね、これ開いといてね。んで、目を閉じて、まずね、呼吸を整えてほしいんやんか。このね、呼吸を整える方法っていうのは、目を閉じた状態で、鼻から大きく息を吸い込んで、口から細く息を吐き出す。これが、もう、呼吸法の基本なんやんか。ね。これを、何回か、繰り返しやってほしいんやんか。これね、何回やってくださいっていうのではないんやんか。自分が、あ、もう、このぐらい、こんな感じで、呼吸整ったかなって、ね。それまでずっとこれ、何回も繰り返してほしいんやんか。んで、あ、もう、こんな感じでいいかなって思ったら、もう、普段の、いつもの、呼吸に、戻してほしいんやんか。ね。
ほんで、ストップウォッチあるでしょ？で、心が落ち着いたら、ストップウォッチのボタンをポンってスタートボタンを押してほしいんやか？ね。ほんで、いい頃合いになったら、ね。また、ストップウォッチのボタンを押して、ストップウォッチ止めてね。んで、ストップウォッチ見るでしょ？ほんで、そこに出た数字。これがエンジェルナンバー。ね。今、その人に、とって必要な数字をここに出してくれてるんやんか。ほんで、この数字をネットで調べたらいいやんか。そうやって会話できるよって。例えば、その、天使と会話する前に何か悩み事でもあるんやったら、何かほら道に迷って方向性とかあるでしょ？ほんまにこの今自分が進んでる道って本当に正しいんかなとか、いろいろね、こう疑問に思ってること、悩み事ってあるでしょ？それを、まずね、今自分がこうやって考えてることを天使さん、合ってるか教えてとか、何か何でもいいからアドバイスメッセージちょうだいって言ってから、そういう、手にスマホスタンバイして呼吸をして、でストップウォッチスタートして、ストップウォッチ止める。ならそれに対しての答えをこの数字でエンジェルマンナンバーで出してくれるから、それをネットで調べたらその答えが出るんやんか。そうやって会話ってできるって。もちろんその別に悩み事がなくっても、気軽に天使にそうやってエンジェルナンバー求めてってこれ言ってたからね、何でもない、何も悩み事がなくても、それはもう全然会話楽しんでくれたらいいって。ね。そうやって言ってくれたから、ぜひね、皆さんこの方法を試してみて、僕も、エンジェルナンバーってもちろん知ってたし、で、エンジェルナンバーって言えば、本当になんか時計とか、車のナンバー、たまたま見かけた数字あるでしょ？で、そのたまたま見かけた数字で、何回も、こうほら連続して同じ数字ばっかり見たら、それがなんかほら意味があるって僕も普通にせえと思っとったんやか。あ、これ今エンジェルナンバー来てるわってって思って、僕もせえてネットで調べたりって、そういうのは楽しんどったんやか。でもそのストップウォッチを使ってもこれ一緒なんだよって、これでエンジェルナンバーキャッチできるんだよっていう教えてもらった時に、あ、僕ほんまやって思ったんやんか。思いもつかんかったんやんか。あ、ほんまや、ストップウォッチでもこれ一緒なんやわってね。なんか僕もへえって思ったから、ぜひね、皆さん大好きな天使さんとエンジェルナンバーを使ってぜひね、会話楽しんでみて。本当ね、こういう本当天使ね、こういう存在とつながることで、本当温かい光に包まれて、本当ね、人生ってね、こう愛でこう満ち溢れていくんやか。本当ね、人生って開けていって、それこそみんなが大好きな開運につながっていくから、ぜひこの方法を使って天使との会話を楽しんでみてね。ね、ぜひ今回のお話参考にしてみてくださいね。今回は、以上です。今回のお話がすごく面白かったよ、すごくためになったよってそうやって言ってくれる方がもしいてるんやったら、ぜひチャンネル登録してください。今回のね、こういう天使のお話とか神様のお話ね、神様のメッセージアドバイスとか、こう豆知識とか、そういうのもね、これからもどんどんしていくんで楽しみにしておいてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。